どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ANA がなんと、えホノルル便にですね、導入している、エアバス380の3号機ですね。ラー君がですね、とうとうね、 10月20日から定期便運行をね、開始へということで発表がございましたので、本日はね、こちらの解説とプラスアルファということで、動画ね、やっていきたいなと思います。ということで、私のガラガラ声にね、もう慣れてきちゃってるかもしれないんですけども、あの、ちょっとね、あの、喉の調子を崩しておりまして、お付き合いいただければなと思います。まずね、ANA ホールディングスということで、プレスリリースですね。2023年度、下期 ANA グループ輸送計画一部変更ということで、まあ今回ね、ANA エアジャパンで、ね、で発表されているわけけなんですけどもまずこちらですよね。はい。エアバス380フライングホヌ3号機がですね、とうとうね、定期便として運行開始がね、発表されました。またね、国内線で、えー、ボーイング787-10型機をですね、初導入ということで、えー、こちらもね、発表がございました。ということで、まずね、えー、フライングホヌからなんですけども、こちらですね、えー、ANA では順調な需要回復に踏まえ、エアバス380フライングホヌ3で 3号機520席仕様の成田ホノルルに投入いたしますということでこちらね10月の20日から NH182181 が初めて定期便として運行になりますということでまあ、それ以外にもですね中国方面ですね増便に加えまたね成田パースもですね再開いたしますということででこのね残念ながらねこのホノルル便に関してはですね運行計画はね後日発表ということでこちらね詳細はねまだ発表されてないわけ なんですけれどもまぁ、あ、今回ですねまぁ、あ、導入されること自体はまあ、発表があったっていた形になるんですよねでこちらですね、えー、ホノルビンがここですね はい、今回ね、こちらになってるわけなんですけども、先ほども言った通りですね、まだね、ここは調整中になっておりますんで、まあ、どんな感じでね、あの利用されていくのかっていうのはちょっとまだわかんないんですけども、まあ、3号機はですね、導入されるということで、まあ、これでね、どういうことが起きるのかっていう話なんですけども、まあ、もちろんですね、普通に特典航空券も踏まえてね、ま押、あ、さえやすくなるっていうのは、まあそのそのままなんですけども、とりあえずですね、この3号機が開始になりますよね。 ということなんで、今現時点ではこの3号機の特典航空券っていうのは販売されてないわけですよね。 ですので、これが、え、おそらくね、今まで通りであれば、解禁みたいな感じで、え、予約開始みたいなのが多分ね、行われると思うんですよね。ですので、もしね、これで、え、取ることができればですね、かなりね、まあ ANA のね、特典航空券って、特にハワイ路線って非常に取りづらいと思うんですけれども、もしね、これが開始直後にですね、狙うことができれば、かなりね、高い可能性で、この成田ホノルビンのですね、ANA のね、ビジネスクラスとか、ファーストクラスとかね、まあ取れるのではないのかな、なんて、 っていう風に思っておりますので、これがね一番期待しているところですかね。まあね、あの毎年ね。このハワイ路線ね。あの参戦されている方もまさすがにね。新規の便まではね。あのチェックしてないと思いますんで、ここはね狙い目なのではないのかなっていうね。まあ、私の予想で。 ございますということで、えー、続きを見ていきたいなと思うんですけれども、国内線ですね、先ほども言った通りですね、えー、ANAPG 合計コロナを上回るね、運行数ということで、かなりね、えー、需要最大限の取り組みますということで、えー、ボーイング7 8 7 1型機を国内線初導入いたしますということで、えー、ボーイング777機の後継機として、えー、今年度4機導入予定ということで、えー、座席数はですね、国内最大の429使用プレミアムクラスが2 28席普通席401座席かなり大きいですよねにもかかわらずですねボーイング777よりも25%燃費改善が見込まれるということでいやねこれは楽しみですよねでこちらに機材に関しては現時点では2月以降まあ来年の2月以降福岡札幌の えー、ところにね、えー、導入していく予定みたいですね。で、2026年度までには11機導入予定であり、えー、国内主力機材として、えー、ボーイング787型機へ統一を進め、えー、高い効率で、えー、追求していきますということで、まあ、ひとまずね、来年の2月以降、これにね、乗りたい方は、えー、来年の2月以降にですね、福岡、札幌路辺ですね、まあ、よく見ていただいて、えー、78710型機がですね、初導入ということで、まあ、こちらもね、非常に楽しみですよね。 はい。ということで、ANA でもね、こういった感じでね、発表がございまして、ちょっとね、ラークをね、生で見たいですよね。はい。非常に可愛いですよね。 はい。ということで、えー、こんな感じでですね、ANA でね、プレスリリースで発表がございました。まあ、これちらね、気になる方は概要欄にね、貼っておきますんで、ぜひね、チェックしてください。次にですね、こちらも ANA のね、あの、プレスリリースで出てたんですけども、今ね、スターアランスで日本限定のキャンペーンをね、やっているんですよね。で、こちらはですね、絵心がある方は、ぜひね、参戦していただきたいなと思うんですけども、今ね、この、スタイアランスの、えー、加盟航空会社の機影、えー、もしくは気鋭の入った風景イラストをね、 ま、募集しておりますよということで、こちらね、締め切りが、えー、来月のね、二9月の29日っていう風になっておりまして、まあ、コンテストみたいなのをね、やられているわけなんですけども、ちょっとね、私はね、本当にめちゃくちゃ絵心がないんで、まあ、こういうのには参戦できないんですけども、まあ、もしね、絵心がある方はですね、ぜひね、こちら参戦してみていただければなと思います。で、こちらの、あの、プレスリリースもね、ANA で載ってるんですけども、これね、スタイランスのキャンペーンで、ANA のキャンペーンじゃないんですけども、 スタイラスのキャンペーンでね、もう一個ね、あの、こちらに書いてあるんですよね。なんでこれ同じページで書いてあるのかちょっとわかんないんですけども、え世界旅へたと、ラウンドザワールドで。 ファインダーワールドキャンペーンということで、こちらがですね、ぜひね、皆さん応募していただきたいなと思うんですよね。こちらはですね、2023年9月上旬にね、開始予定ということで、まだね、こちら開始になってないんですけども、スタイランスの世界一周を使ったね、テーマの予定、えー、アイデアを募集し、えー、優秀者1名に、えー、世界一周のね、チケットをプレゼントいたしますということで、これは激アツですよね。 はい。これ、まあ、一人ということで、まあ、かなりね、枠は狭いんですけども、186カ国の中から最大15都市をね、選択することができて、お客様に自由にね、カスタマイズできるね、チケットということで、一応、詳細はね、まだ、あの、後日ね、発表あるみたいなんですけども、これもね、非常に、えー、激アツなキャンペーンっていう風になりますんで、ぜひね、こちらも、またね、あの、詳しいのはね、また後日詳細発表、 あるみたいなんでねちょっとどのページで詳細発表になるのがちょっと不安な部分はあるんですけれどもまあまたね情報取れましたらですねあの動画出したいなと思いますんでこちらもねぜひ覚えておいてくださいそれでは次にですね国内線特典航空券と一緒には、ま、えー、一緒にマイル割りこちらねま、えー、もなく予約販売開始ということで、えー、搭乗期間がですね10月の29日から2024年3月30日ご搭乗分の予約がですねもうそろそろね開始になりますこれもちょ ちょっと前に、ね、発表あったんですけども、えー、こちらですね。 えっと、このね、あの、特典航空券と、あの、一緒に参ル割、こちらですね、あの、ステータスがね、高い順にね、あの、予約開始になりますんで、こちらはね、覚えておいていただきたいんですけども、まあこんな感じでね、ダイヤモンドだったら、朝9時半から利用できて、スーパーフライヤーズだったら11時、で、普通の ANA 会員の方は13時みたいな感じで、発売日がね、8月27日からっていうふうになっておりまして、一般の方だけですね、8月の28日ということで、1日ずれてるんですけども、 まあこちらね特にこっちですよね狙いたい方はねまあこの一緒のマイル割りもですねもう JAL がねあのとえっ、ー、とお供でマイル っていうのをね、もう4月に廃止してしまったので、この一緒に参り終わりっていうのも、あの、ANA でしかね、もう利用することができないんですけども、こちらに関してもですね、8月の27日から、えー、ステータス会員向けにね、えー、販売開始になりますんで、取、えー、りたいっていう方はですね、ぜひね、狙ってください。ですんで、まあ、この期間に含まれるね、ね連休とかもですね、えー、こちらでね、販売開始になりますんでね、ぜひこちらは覚えておいてください。で、こちら一般のね、販売も、まあ一応ね、こんな感じになるんですけども、 スステータス持ってる方はね多いと思いますんで基本的にはマイレージまあステータスっていうかねマイレージクラブ会員なんでこれはもう本当に ANA のカード持ってればね参戦できますんで、まあ、こちらもね利用されたい方は、えー、覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。 で、次にですね、まあちょっとこれはね、軽い情報なんですけども、え村をね、11月、12月からですねえ、プリオーダーサービスにて販売予定ということでえ、村をね、また購入することができるようになります。ですので、まあ、こちらね、好きな方は、しかも4200円でね、買えて、ANA カードとかで決済していただくとね、10%オフで購入することができますんで、まあ、狙ってた方はですね、ぜひね、こちら、10月の22日からえ予約注文開始っていうふうになりますんでね、ぜひ、あの飛行機乗る予定のある方、 ですねチェックねしてみていただければなと思います非常に人気ですんでねあの私がよく ANA とか乗ってた時はやはり、ね、コロナ禍だったので全然売り切れるとこはなかったんですけどもまあ、今はですね需要回復しておりますんでもしくは多分ねこれ売り切れるんじゃないかななんていう風に思いますんでもし買いたい方はですねプリオーダーサービスね利用された方が確実なのではないのかなと思いますそれでは次にですね結構ね ツイッターの方で話題になってるんですけども、皆さんミリオンマイラプログラムって皆さん知っておりますかね、まあ、特に私の動画でね、個別に解説したことってないんですけども、あの、ANA のライフ、ライフタイムマイルっていうのがあるんですよね。こっちは50万マイル貯めるとこのタグはもらえて、100万マイル貯めるとこのタグはもらえて、得点2、3が利用できて、200万マイル貯めると1、2、3が利用できてみたいなね。まあこういったライフタイムプログラムっていうのは あるんですよね。まあ、このライフタイムプログラムっていうのは、ANA マイレージクラブに入会されてから現在までの総飛行距離を、え、こちらね、あの、積算されるのがこのライフタイムマイルということで、マイル口座に積算されたご登場分の基本マイレージの合計がこのライフタイムマイルっていう、 あれなんですよね。まあ、これをね、貯めていただくと、まあ、こういったね、あの、得点に、えー、交換することができるというか、まあ、これは自動で送られてくるわけなんですけども、まあ、100万マイルを超えるとね、この2、3、200万マイルで1、2、3利用できて、この得点が何なのかっていうと、まあ、このね、得点1だと200万マイル以上ですけども、ANA、えーね、スイートラウンジはね、もう修行しなくてずっと利用することができたり、またね、100万マイル以上であれば、 え、生涯にあたるね、マイルの有効期限がなくなったりとかね、スーパーフライヤーズカードも、このね、特典さんで100万マイル以上でね、申し込むことができたりいたします。まあなんですけども、まあこのね、あの100万とかね、あの200万とか、あのめちゃくちゃ大変なんで、まあ基本的にはですね、飛行機をむちゃくちゃ乗られる方じゃないと狙うっていうのは結構難しいと思うんですけども、一応ね、貯めたいっていう方もね、多いと思いますし、貯めているっていう方も多いと思うんですけども、こちらですね、 ANA の国内線特典航空券、国際線特典航空券のご利用でも、このライフタイムマイルっていうのは積算できるんですよね。プレミアムポイントと違ってですね、こちらに、ね、特典航空券でもこのライフタイムマイルってたまるんですよ。たまるんですけども、これね、事後登録が必要なんですよね。まあ、これね、なんか ANA の方もですね、私も前以前問い合わせたことあるんですけども、事後登録して登録、まあ、溜まるものとですね、何もしなくてもたまる場合、 あるんですよね。これがね、よくわからないっていう風になりまして、ANA の方もね、これ。 どういう理屈でたまったりたまんなかったりするのかわかんないみたいなんですけども、一応ね、たまんなかった分に関してはね、事後登録が6ヶ月以内にね、必要なんですよね。ですので、もしね、このライフタイムマイルもね、貯められていきたいよっていう方はですね、こちらね、あの、事後登録はですね、国内線、国際線ともにね、あのー、できるっていうふうになりますんで、で、注意はね、これですよね。6ヶ月以内に登録が必要っていうふうになりますんで、これを過ぎちゃうとね、この積算はもうできなくなってしまいますので、まあ、このライフ タイムマイルっていうのは、あの特典航空券をね。あの積算することができるっていう風になりますんでね。ぜひこちらはあの事後登録ができるっていう点と、えー、積算されたりされなかったりね。いたします。っていうのは覚えといていただきたいな。なんていう風に思います。 ということで、今回ですね、ANA がですね、フライングホールね、フォートラー君がですね、エアバス38010月の20日にね、定期便運行を開始いたしますということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、嬉しいニュースですね。本当にあの、エアバス3 0がね、導入されてコロナになってしまって、もう、あの、フライングホールもね、全然飛ばなかった時期もね、 ございますんで、こういった感じでね、3号機がね、えー、定期便でね、始まるっていうのはね、非常に嬉しいですね。またね、こちらの特典航空券もね、ちょっとね、エーサーチャージが高いんですけども、まあビジネスクラス、ファーストクラスね、乗られたい方ね、いらっしゃると思いますんで、ぜひね、こちら開放ね、されたら、えー、皆さんね、予約ね、していただきたいな、なんていうふうには思いますので、またね、この開放にあたってのね、あの情報等々が入りましたらですね、まあできるだけ早くね、皆さんにお伝えしたいな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、チャンネル登録しといてい いただければなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ